人気では負けても実力では負けない。アコーコーカレッテーロレッテーロ。はい、どうピンオレです。やっとね、開幕に向けて始まりました練習試合。おい、早速連敗ってね。こいつ今年こそソフトバンクに勝てんちゃうか。おい、うまいや、なんか始まったって感じですね。このオリックスの試合を見て一喜一憂するこの感じ。まあ今のところ U の方が圧倒的に多いんですけど、とりあえずね、昨日の試合ちょっと振り返ってね、この2試合続けてね、開幕から振り返っていきましょう。まずね、ちょっと打線のつながりが長すぎるという。で、昨日はあれでしょ、1点でしょ。で、今日は11安打して5点っていう、ちょっと寂しい結果じゃないですか。ちょっとチャンスも潰してましたし、特にね、昨日山本由伸選手無援護、これひどいね本当に。由伸選手昨日めっちゃいいピッチングしたけど、結局去年と一緒じゃないですか。点取ってないじゃないですか。もう一緒やん、ね、これで。お前由伸選手 FA でいっちゃうよマジで。なんとかせんぞこれ。続きまして、昨日の試合、もやどうしたと、もや選手どうしたと。もや選手昨日の最後のですけど、代打されて、なんであんな棒立ちで突っ立てたんやと。いろいろ憶測はありますけど、今日の試合普通に出てヒット打ってたからね。昨日の試合どういうこっちゃって、何かの抗議やったんですかね。その突っ込んでもね、あんまりよろしくないんで、ここはスルーします。AJ、あのアダム・ジョーンズ選手いつ本気出すんやと。もうオープン戦もね、なかなかね、打率が上がってこずに、この2試合もなかなかいい当たり、今日犠牲フライ打ってましたけど、調子が上がってくる気配が見えないんですよね。やっぱこのオリックス・バファローズ2020年、ジョーンズ選手のやっぱり、ね、その手法としてドカッと座ってくれるかどうかで、だいぶ結果が変わってくると思うんですよね。そろそろちょっとね、開幕に標準合わせ調子上げていってほしいなっていうのが本音ですね。漆原選手と吉田和真選手ね、もうちょいしっかりしてくれよ。漆原選手なんかね、去年ウィンターリーグですごいね、成長して株を上げたと思うんで、今年ね、何度かね、後ろを任されるぐらいのピッチャーにはなってほしいですね。先発もできるんか。本当に漆選手は期待してるんで頑張ってください。和真選手もね、ちょっとやっぱね、もう一回ね、7回を投げてるところ見たいね。7回ピシャッと押されてるところ。あとまあでもね、結構いい要素はあったんですけど、あとロドリゲス選手ええやんと。昨日もヒット打ってたしね、当たりもええ感じだったんで、これロドリゲス選手開幕から打ちまくってくれるんちゃうかなっていう期待はしてるんですけどね。で、吉田正尚選手今年もやっぱり安心やなと。今日も2の2。打線に1人ああやって計算できるわって互いてくれるだけで本当にありがたい。あとはね、この吉田正尚選手に頼るような打線にならないようにね、やっぱその中軸脇を固める打者として上位打線、下位打線もね、雰囲気してほしいですね。あと今日、キャッチャーの若月選手がホームランを打ちました。逆方向にしろ。これどういうことか分かってます？キャッチャーが打てるチームは強いんですよ。去年の西武とかね、森友哉選手いたし、ソフトバンクには甲斐選手もいたしね、キャッチャーが打てるチームは強いんですよ。若月選手がこれホームランまで打てるんだったらどうなるか。もうこれ優勝やと。打てるキャッチャーがいる、これが強いチームは優勝やと。ただまあ一応結果は結果なんで、負けてるんで、ね、2連敗してるんで、ちょっと本格的にじゃあ今年初抜きしてもらいましょうか。練習中初抜き、俺が悪い、お前が脱いでやんの接しに行く、プープープー接しにくいポンカス。個人の坂本選手と大城選手にコロナ移したお前やろポンカスな。お前が病原体やろほんま。接しにくいほんま。巨人の選手がね、ちょっとペイウイルスにかかってしまったということで、開幕はまあ今のところ影響はないと言われてますけど、やっぱりね、ちょっと本当に気は抜けない状況ですよ。選手の皆さんたちに本当に、ね、体調管理しっかりとしてもらってね、また6月19日から野球してもらって、この僕たちにね、元気を与えてほしいですね。それでは今日はこの辺で、ピーモールでした。